週明けの西日本はすっきりしない空となります。予報センターは森田さんです。さあ森田さん、週明けとなりますが、はい、すっきりしない空でスタートするのが西日本なんですね。そうですね、はい、今現在九州が雨降ってますけども、はい、この雨の中心というのは朝鮮半島の方、韓国の方に行くんですが、はい、南東に伸びる雲、これが九州から中四国の方に移ってきそうなんですね。これが週明けということになります、はい、で、ちょっとこちらの方をこうまず見ていただきたいと思うんですけども、21時の雨雲の様子なんですね。で、西の方向を重ねてみますと、この強い雨雲というのは湿った南東の風、これでできているというのを示しているわけなんですけども、この雨雲というのが今後中心部分はどんどん北の方に抜けていきます。ですけども日付が変わったあたりから今度は中国四国エリアの方にこう雨雲が広がるような状況になってきます。ということで週明け明日月曜日の朝は中国エリア四国エリアで雨が降っているところが多いということになりそうですね。はい、でさらにこの、ね、雨雲の方は東の地の方に広がる可能性がありまして、近畿がどうなるんだということでいくと、午後の時間帯、近畿の西部の方では、雨が降ってくるというところが出てきそうですね、はい、ということで、近畿エリアの方も明日のお帰り、月曜日のお帰りの時間帯には傘があった方がいいかもしれませんですね。はい、わかりました。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。